はい、マケオでございます。さあ、プロジェクトゾンボエド新章、ウエストポイントかウエストポイント編スタートいたしますよ。さあ、マケオのリバーサイドの本拠点ですね、今から旅立ちの準備をいたしましょう。まずは発電機をねしっかり切ると。はい、これで火事になることはございません。いや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 。そしてあとは大丈夫だね。うん、で、荷物ももう積み込み終わってるんで、あとはちょっとこれが重い、やばい、来てるゾンビ、よし、あー来てるね。ちょっと待てよ、木だけ持っていくか、少し、木を少し持っていきましょうか。よいしょ、あれ木どこに入れたっけ。あれ5個しかないね。あ、12枚持っていくか。よいしょ、持てない、あ、持てないね。うー、これだけしか持って、あ、スレッジハンマー忘れとった、あぶねー。あー、これいるもんね。まあいっか、木は現地調達で、では現地調達で行きましょう。よし、じゃあウエストポイントに行きますかね。いや長かったリバーサイド。とりあえずこいつ邪魔やな、このゾンビ。よし、オッケー。じゃあリバーサイド行きましょう。いや道が分からんけど、それではリバーサイドマケオズハウス、さようなら。ウエストポイントへゴーゴーゴー。タウンホール、こっちに戻って右側にタウンホールがあれば、ここはウエストポイントのはず。よし、確認、この交差点のここ、これがタウンホールやね。さあ、まずはこっちか。
リバーサイドをまず、やばい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 。早速やってもた。ぶつからんようにいかんとさ、ダメよ。よしよしよし。さあ、リバーサイドのマップ右ですね、今。で、ウエストポイントは、もう、右側、右上に、まあ、川沿いでしたよね。右上にあるんですよ、右上に。リバーサイドの。ざっくりはね、地図は見たんですけど、詳しくは見てない。ただ、方向だけは大体見ました。方向だけ。あんまり見るとね、やっぱり楽しみが減っちゃうんでね。はい。で、まずは右に行きたいのよ。右に。で、右に行って、上だよね。まあ、川沿い。川が上にあるんで。なんとか方向を修正して、右上に行きたい。ここもね、探索したよね。懐かしい。いや、だいぶ前だよね。結構いたよね、リバーサイド。なんやかんや。あれ？あれ？これは？大丈夫？いけんのか？あれ？道なかったよね。こっちしかないよね。大丈夫？これ。全然違う方に行ってんだよね。これじゃない。あれ、右に行きたいな。右に行きたいんですけど、鍵が落ちてる。右に行きたいんですけれど、どん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 下に行っておりますな。大丈夫かな。おっと、でかいぞこれ。川？え、川？これ、川だねこれ。え、橋とかある？あれ、これ間違った？間違ってはないよね。だから右にしか行けんから、こっちしかないもんね。ん？これは？渡れるか？なんだこれ？川だよね。え、池？なんだこれ？川？このまま右に行きたい。右上に行きたい。また下がっていく。これ大丈夫か？合ってるか？これはなんか違う方に行ってる。全然違う方に行ってる。どんどん下に行ってる。予定と違う。あれ？大丈夫かこれ。川かなこれ、やっぱり。川か。え？川？これ、ちょっと。あ、川だね、これ。あ、合ってるかもね。なんか、方向がなんか、違う。このまま川沿いに行きゃ着くんかな。もうちょっとなんか、右上っぽい感じがしたけどな。またなんか方向感覚がずれてるな。道に迷って、うわ、なんじゃそれ。あれ、カバン持ってるやつだね。カバン
気持ち悪かった。何あの集団、気持ち悪い。さあ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 、おっとっと、お久しぶり。トレーラー、よいしょ。危ないね、もう。これどうなん。あああああ、いい感じの方向。上に行きたい、上に行きたい。うわ、あんなところに車が。上に行きたいな。また下。うっと、これは。よし、こっち行こう。ていうか、ちゃんとした道が出てこんな。やべえな、これ。ちゃんとした道がない。大丈夫？これ。合ってんの？でかい道ないのか？細さ、うわーったー。うわ、けっ、トレーラーまた見つけた。結構落ちてるね。うーらーおりゃ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 。トレーラーが結構落ちてますな。うーっつ、うー、危ない。さあ上だね。もうこのまま上に行ってほしい。うー、右か。合ってんのこれ。これ合ってる？絶対違うよね。着くのか？ウエストポイントにちゃんとたどり着けるのか？大丈夫か？色、秋？もうなんかえらい。まだ8月31日だよね。まあ秋口といえば秋口か。ちょっと待って、これ大丈夫？これ完全に道に迷ってんじゃないの？いや下だよ。なんで？うわうわ、これはいかん。何これ、どうなん、あ、車があんなところに。おうおう、車が、おうおい。ここなんだこれ、すげえとこ来たな。完全に森ん中だよ。けどちゃん、まあね、あ、上だよね。こっちに行きたい。相当下に来たよ。真上に行きたい、真上に。合ってるのか？これはどっちだ？いやー、これはちょっとわからんな。マジでわからん。あ、やっちまった。やっちまったよ。あ、やっちまった。やっちまった。やばい、ひっくり返った。やばい、ひっくり返った。頼む。ちょっと、大事なもんが積んであんだよ、そこ。ダメか。よっしゃー、ぶーし。よーし、オッケー。危ねー。
あぶねあぶね。中身あるよね。あるある。あ、あれ？発電機2つだけやったっけ？よし。こっちは上に行ける。よし。あれ？違うな。もうなんだこれ。家がある。え？何この家？うお、バリケードしてるね。え？バリケードしてる？これ。何この家？やべえ。ちょっとこれはちょっと覗いていこうか。なんかある多分。お邪魔します。いるね。うわ、いた。よし。まだいるね。ここ？いや、違うな。どこだ？ここか。あ、上だ。こっちはいない。上にいるね。どこだ。あー、ここだ。ふっ。まだいるね。あー、ここか。ふっ。えー、怖い。まだいるね。ここか。え、あ、ここだ。ふっ。いやー、怖えな。オッケー。何この家、すげえでかい。でかいし、なんかちょっと探索しようか。これはなんかありそうな予感。ちょっとここで一泊するのもありやな。もう4時だもんね。完全に道に迷ってるもんな。ああ、ちょっと一泊しようか、ここで。バリケードしてくれとるし。いないね。大丈夫ね。OK。もういなさそうやね、ゾンビ。バリケードバリバリしてるね。なんかすごいものがあるわけじゃないね。普通だね。あ、お、槍があるよ。槍が、斧もある。あー、まあ武器とかも結構揃ってるね。うわ、あー、銃とか そこらへんか。うん、そういうことね。オッケー。ちょっと一泊しますか。もう5時だ。やべえな。ちょっと。切ろう。よし。
ここもなんか家があるね。なんだろうねこれ。あ、右川だね。川があるこっち。え？どういうこと？ちょっと待って。なんかね、リバーサイドから、まあ感覚的にはこっち側にある感じやったんやけど、まあこう来てこう来て、なんか下の方行って上に行ったよね。けどここら辺、位置的に今なんかここら辺にいる感覚なんやけど、あれ？方向感覚おかしいんかな？これ川でしょ？いやー、わからんねー。まあ、さっきの道また戻って上行ってみるか。とりあえず今日はちょっと一泊しましょう、ここで。うん、なんかバリケードもしてくれとるし、ありがて、住民の皆さんありがとう使わせてもらいます。どこに泊まるかやな。ここは違うね。これ子供やな。子供。こっちかな？さっきのは。あ、ここだね。ここなんかあるかな。なんもないか。なんもないね。特に何もございません。じゃあ、ちょっとここで一泊させていただきます。ちょっと早いか。うん。ちょっと時間調整して、また明日の朝出発します。